危ない危ない。ほい。ほい。危ない。おー、危ない。ほう。ほい、危ない。あー、危ない。危ない。というわけで今遊んでいたトカゲはね、我が家で飼育しているフトワゴヒゲトカゲ。俺が一番最初に飼い始めたトカゲで、一番愛嬌があって可愛いやつですね。今日はこいつにこちらの大量の芋虫、シルクワーム、まあ、いわゆるカイコですね、を20匹、こいつの目の前に見せて与えるという動画でございます。まあ見ての通りね、毎日餌あげてるんですけど、お腹ペコちゃんなんで、あっという間にペロッと食べてくれると思います。それでは早速どうぞ。よし来た。はい、いいですね。はい、3匹目、4匹、5、6、どんどん食べる。あっという間になくなっちゃう。8、9、10、11、分かんない、もうたくさん10以上は数えるの難しいんで分かんないです。あ、このポーズ怪獣っぽくてかっこいいね。普段はね、野菜だけを与えてるんですけど、まあ、この子は野菜も虫も食べる雑食性なんで、こうやってたまにね、虫を与えてあげるっていう感じですね。うわ、もうあっという間なくなっちゃうな。これ動画の尺足んないんじゃないの。ほら、完食。もうないんかみたいな感じで見てますね。あれ、あんなにあったのになみたいな。ないよ。あれってお前が全部食べたんだよ。ないない、見てもないよ。おかしいなって顔してますよ。という感じで、あっという間に芋虫20匹を本当にあっという間に食べ終えてしまった我が家のフトワゴヒゲトカゲ。今後もね、こいつの動画出していきますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。